どうも、エテポンゲーです。武器のね、配給を、ある程度済ましました。はい、この子にはね、ガイアをね、ガイアを渡し、まあ鋼を8割ぐらい渡したかな。鋼を8割で、ちょっとだけ鉄持ってるやつが数人おるぐらいで、まあこんだけね、こんだけ強化できれば多分もうボスまで大丈夫じゃないかな。うん、まあ、全員にガイア持たせればいいんだけど金が必要だからね。金いきましょう。うん、今日は戦いから始めていきます。行くぞシド。さあ行くぞ。俺は今暴れたくて仕方がない。よける。もう武器も完璧だし、で防衛網も、もう防衛網もしっかりしてるし、な、なに、ね、ちょっとメテオ、メテオ、やばい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 、遠距離攻撃、遠距離攻撃を主体としてきた。侵入できないと、侵入できなかったから、遠距離攻撃部隊が、これやばい、なんか壊れてんじゃない、大丈夫。おいバカ、骸骨はほっとけよバカ。骸骨は何もできないから、こっち際まで歩いて来させろって。誰だよ骸骨攻撃しに行ってるやつ。骸骨はほっとけ。ちょっと、こいつ、お前らバカか。一回戻ってこい、ちょっと。一回戻ってこい。強っ。強っ。君たち強っ。ハーゴン軍の連中を倒せたな。いつも以上に手応えがあったぜ。指導さん。おい。あなたの戦いぶり感動しました。これからはあなたについていきます。兄貴と呼ばせてください。誰が言ってんの？モブか、モブ A か。聞いたかよ、こいつら俺の強さに惚れたらしいぞ。兄貴とか言うのは気持ち悪いが、ついてきたなら、ついてきたいなら好きにしろ。それはそうと、敵の中に強力な魔法攻撃を仕掛けてくる厄介な奴がいたね。あれは妖術師だ。やつらの魔法は今ある城壁もデインバリアも飛び越えてきてしまう。やつらの魔法を防ぐためにもそろそろ城門を作らなければならないな。城門か。うん。今やわしらとてビルダーじゃ。城の壁を修復するゆえしばし待っておれ。あ、頼む。やっぱ壊されちゃってたんだ。縄文って言ったら多分こっから、多分この残ってるやつだよね、この周りだよね。これは大掛かりな工事になりそうだ。ちょっとお待ちください。どこ行った？アネッサ。城の壁を越える魔法を放つ敵も現れた。そろそろ本格的な城門作りを進めたい。城門があれば攻撃を防げるだけでなく、守りを固めながら敵を攻撃できるだろう。さえて、まずは防御と同時に攻撃もできる城門の設計図を書いてくれ。これはでかそうだな。そろそろみんなで建築するタイプ？それともエテが頑張らなきゃいけないタイプ？縄文の設計図。はあ、こりゃでけえ。壁が大量にいるな。線いるな、線。オッケー、わかった。ミミ、これはすごい。縄文の設計図が描けたのだな。強固な門だけでなく、城内から攻撃できる大弓もあるとは。これでハーゴン軍を迎え撃てるだろう。うん、そうだよ、大変だよ、手伝ってくれよ。うん、
お、ナイス、いいね。すまないが、僕たちはビルダーとしては未熟だ。建材集めは君にお願いしたい。舐めとんのか。城の壁をどんどん作ってください。城の壁はさざっと800個は必要です。うん。鉄の縄文は収納庫に入れてくれれば私たちで置けますが、エテさんが置いてくれてもいいですよ。はい。終わったよ。じゃあ。お、早速なんか、お、早速取り掛かってるね。ってことは、ちょっと待って、収納箱を用意した方がいいよな。収納箱を用意して、収納箱。で、近くに置いといてあげたらいいんでしょ？これ。すごい数がいる。こんだけ。800。これも。これは10。10もいらない。1、2、3、4。待って、足りない。7個。大理石がだいぶ減ってきたな。やばいな。やばい。足りるかな。足りてくれ。足りぬ。大理石足りぬ。階段取りに行かなきゃいけんか。とりあえずちょっと作れるものは一通り作っちゃって、敵が来た。これも作る。で、大弓、大弓、これこう、はい、こんなもんか。あとはちょっと大理石が足りないので、大理石取りに行きましょう。レベル上がった。やっぱ武器持たしたから強い武器。うわっ、なるほど、こっちか。こっちだろ、絶対こっちだ。きたー、鋼の爆弾。うわ、フレームブレード、フレームブレードだ。じゃあここにちょっと収納箱を置いてしまおう。これ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 、よし。さあ働け、クズども。この辺崩しとくか。結構表面しかないね。これだよ、これ。じゃあ遊んでんなよ。なんか扉の開閉して、扉の開閉して遊んでんなよ。お、あとは大弓を1個1丁置くだけだ。エテの大仕事、エテの大仕事が残ってる。さあ俺たちが汗水垂らして作ったこの落ちて食らってますけど大丈夫ですか。さあ置くぞ、置くぞ。
俺が作ったこの縄文置くぞ。おりゃ、よし、再建しよう。 100% 100%誰が弓を引くんだろうね、これ。弓兵いんの？弓兵。我が部隊に。これも全部エテートビルダーになったみんなのものづくりの力だね。俺のおかげだね。お前たちは何もしていない。お前たちは言われた通りに動いただけの指示待ち人間どもだ、お前たちみたいなもんは。何もできず、一人では。ビルダーという。エテという存在がないと何もできないクズめ。言い過ぎた、それは言い過ぎた。この縄文なら妖術師の魔法攻撃も中に届かないだろう。他の魔物たちも効率よく撃退できるはずだ。作ってくれた棘罠やデインバリアは敵が侵入した時のために今の場所に残しておくといい。はい、もちろん君の好きな場所に置き直してくれてもいいぞ。まあ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 、一応じゃあ置いとくか。とりあえずそれにしてもよくやってくれた。そなたたちは何でも好きな褒美を取らず何なりと申してみよう。パンをください。爆弾岩のかけらよこせ。ちょっと爆弾岩のかけらを。食べ物だって足りてないのに。そうであったんだ。ひとまずこれでムーンブルク城の再建はできた。お題は達成だ。お、ハートめっちゃ出た。食料不足か。まあ確かにこの人数であの畑、ちっちゃい畑一個じゃなかなか足りないよな。農民も一人しかいないし。尊敬に値する。だが私はやはり教団の教えは捨てられない。信念は曲げられないのだ。なかなか頑固だねこの子は。スパイか。ああそうか、お前か、そういうことか。あんたがスパイか。納得したわ。なんか今すごく納得したわ。お前まさか敵が攻めてくるまで待ってるつもりか。たまにはこっちから吹っかけてみようぜ。いや、そりゃそうだ。そりゃそうだ。いいね。準備はいいか。ちょっと待って。ちょっと待ちたまえよ。焦るでない。まあ、一旦ちょっと、一旦、ちょ、このスパイ女め。一旦寝ようよ。一旦寝よう。ガーンとしてから一回寝よう。おやすみ。行く準備はできたぞ。行くぞ。攻め込もう。待て！あ、もう絶対アネスタだわ、スパイ。悲しい。ハゲ、お前が変わってやってくれ、スパイ。ハゲ。パン握ってるけど。パンを生い茂に掲げてるけど。黙ってろ。この戦争を終わらせに行くんだよ。行くぞ、俺についてこい。はい、こっちだ。もうアネッサはダメだな。完全にスパイだなこいつ。
ちょっと待って、これ邪魔だよな、もう。もういらないよな。回収。よっ、行くぞ、シド。回収しつつ、回収しつつ行く。うん、挑発してやろうぜ。親玉もろとも城におびき寄せるんだ。何、どうやるかだって。まあ見てろよ。うん、おめえの母ちゃんボストロール、イエー、おめえの母ちゃんギガンテス、貴様らはトロいぜ。動きも見た目も何もかもない。やっぱり親玉がトロールだからか。違うか、親玉が醜く太ってやがるから、手下の雑魚どももみんなとろいんだな。違うか。言わせておけば。言ってるそばから歩くのも武器を振り下ろすのもとろすぎてあくびが出るぜ。ソル、とろいな。やつを捕らえろ、城ごと潰せ。よし、て、とりあえずこんなところだろう。急いで城に戻ろうぜ。いや、オッケー。見たかよ、あのトロの顔。これでやつはここに攻めてくるぜ。え、で、シド、うん、どこに行ってたんだ。アネスタが探して、この揺れはおいでなすったぜ、敵だ。トロル、なんか負けそう、なんか負けそうな気がする。よし、やろうとも、出会え。城の外、城の中で戦った方がいいと思うけどな。罠もいっぱいあるし。まあまあ、けどこんだけ強かったらいいか。普通に強いもんな、こいつら。強いんだよな、どえらい強いんだよ。お、結構硬いけど、こいつら。撃たせる前に燃やされた。撃たれる前に殺せ。ちょっと回復しようか。よし、大丈夫？死者出てない？死者来た。トロール包囲軍大将、ゆるゆると攻め続けるのはもう終わりだ。今すぐこのチャチな城を潰してやる。行け、大将を取るぞ。大将の首をかっきって城門に掲げろ。くらえ。何こいつ。大丈夫だ、俺たちはトロルにも勝ってきてる。今まで止まらない、こいつ止まらない。怖すぎだ、離れて。うわぁ、お、弓撃ってるじゃん、すげえ。誰が撃ってる。あ、兵士だ、兵士のモブ兵士が撃ってる。いいね、勝てた。うん、シド、敵を挑発しておびき出すなど勝手な行動はするなと言ったはずだ。黙れよ、待てよ、どんな。勝手な行動は問題じゃが、負ける戦いを繰り返してきたわしらがまさかハーゴン軍に勝てるとは。教団を捨てエルダーとなったわしもハーゴン軍に勝てるかどうかは正直半信半疑であった。しかしこれならばいけそうだ。戦い続ける宿命から逃れられるかもしれぬ。アネスタだけ喜んでない。改めてわしからそなたに頼みがある。エディオ、王の頼みを聞く前に、じゃ壊れた城修復してしようではないか。
このハゲスパイじゃなかったわ。謝罪動画あげないと。ジロームさんの件について。何してん。重心が高いな。待て。ハーゴン軍と戦い必ずや勝つ。しかし兵士や民たちの中にはまだ踏ん切りがつかない者もおるだろう。そこでだ、そなたに皆に戦いの決意を示し、城の中心となるものをそなたに作ってほしい。先ほどの戦いでトロルメがこんなものを落としていった。これを使って何か作れるのか。魔法の何、魔法の火種石。なるほどな。頑固たる決意をこの炎に宿し、シンボルを作れと。おう、象徴を作れということな。いいだろう。ロトのかがり火。オッケー。ロトのかがり火。何がいる？どこだ。あった。普通に作れる。作っちゃおう。作ったよ。あれ、王様どこ行った？ロトの鏡どこに置く？ああ、もう決まる。あそこしかないんか。あそこか。よし。これ、あ、間違えた。ほっ！これは素晴らしい。これこそわしが思い描いたロトのかかり火。皆の大物、見るがよい。お、お、やった、雪溶けた。めっちゃ嬉しい。雪めっちゃ鬱陶しかったんだよね。うん、早く言えよ、そういうのは。うん、勝てるかもしれませんね。戦いを続けるんじゃない、勝つんだ。ハーゴン君にリックの言う通りじゃ。ムーンブル君に課せられた戦いの宿命を断ち、この戦いを終わらせようぞ。やるぞ皆の者、これからの目標は打倒ハーゴン軍である。アネッサいいの。指導め、敵を挑発しておくに出さらと勝手なこと。うん、だがロトのかがり火はまだ完成しておらん。完成には王家の紋章が必要となろう。うん、ああ、なるほどね。先兵部隊に過ぎん。ああ。まあ、特攻隊長みたいな感じだろうね。うん。なるほどね。それを回収するのが、目的。総督ね。わし自らムーンブルク王家の歴史を枕元で延々と語ってもよいのだぞ。ああ、え、ルトのかかり火か。なかなかおすましいものを作ったら。誰？この世界は所詮偽り、勝っても負けてもいずれ滅びる運命だ。だが、教団の手先となれば、仲間として滅びの日から救ってやろう。どうだ、悪い話ではあるまい。悪魔神官様のご命令の通り、自分の信念に従って、
もう信念って言った、もう言った、アネッサだ、アネッサだ。アネッサがやってるわこれ。新年新年うるさいな、一体何だってんだ。そういうものを掲げなきゃ戦争なんてやってられないだと、うん、お前いつになくそれっぽいこと言うじゃないか、ちょっとイラッとしたぜ。うん、信じてるぜ指導。自分の中に得体の知れない大きな力を感じる。出所祝いやった時俺が言ったこと覚えてるか。覚えてません。お前が俺を思い切りぶん殴った。あ、いいよ、うん、ぶっ刺してやるよ。ああ、俺のガイアで、俺のガイアでぶっ刺してやる。仲が良いな。そしてやはりそなたたちはこの地の人間とは少し違うようだ。わしはあのビルダーの鐘を聞き、多くのことを思い出し、そして知ってしまった。良いことも悪いこともな。そなたたちはこのムーンブルクで大いなる謎に触れるかもしれん。わしには分からぬこの世界の秘密にな。何言うてんだお前。ひげ。何やら不穏な空気。行ってみようぜ。オッケー。ちょっと待って。よし。行ってみましょう。なんか兵士が、お、ちゃんと行列ができてる。ちょっと木がないからな、テーブル作ってあげられないんだよな。なんか一人、もしかしたらこいつが送り込まれた。こいつスパイとしてなんか送り込もうとしてるやつなんじゃないか、なんかそんな気がするぞ。アネッサだけじゃないのか。ムーンペタの兵士なんだ。ムーンペタってムーンブルクとはなんか違うのか。どうかご対策を。なーにー、これは言っただろう。俺様にやらせろって、次は俺様の番じゃけないだ。人間でも、貴様らの、貴様らは我が、魔獣兵団の獲物として、じわじわ止め止めて、殴り殺しにしやら。すぐに死なれては面白くありません。ムーンペタは歯向かってくるものも少ない退屈してますからね。せめて我ら飛行兵団に全身をついばまれて、屍になるまで生き残っていただかないと。なんかいろんな兵団があるわけだ。すごいかっけえ。なんかデーモン兵団かっけえな。あのトロルの兵団と4兵団だったんだろうね。我ら3兵団言うてるけど、陸と空とデーモンとバズズ、陸空デーモンバズ。ハーゴン三兵団、噂には聞いておったが、ついに動き出しおったか。一気に攻めてくればいいじゃないか。そもそもこのムーンブルクはハーゴン軍の破壊の欲求を満たす場所。奴らは遊んでおるのよ。言っただろう、戦争こそ、破壊の極地なのだ。勝つことも負けることも許されないと。いいじゃん、全員ぶっ殺せばいいのよ。破壊の神よ、行け。お、ぶっ刺してやろうか指導。今がその時か。今はものづくりより破壊が必要でしょう。ビルダーもそう考えているはずです。あ、
得手が？だが踏ん切りがつかないのなら私が少しだけ力をお貸ししましょう。大丈夫か、シド？一体どうしたのだ？なんでもない。やつらが言ってやがったムーンペターとかいうのはどこにある？ここから北東に行った先だが、こっちから出向いて潰してやる。エッテはここで待ってろ。シドなりに我々もお供しますぜ。なんか言っちゃった。何の騒ぎだ。なんと、これはどうする？だが、助けに向かえば、その人たちにも危険が及ぶかもしれん。ここで兵士たちを失うわけにはいかない。そなたも一人助けに行くと申すか？私も同行しよう。リックも一緒に来てくれ。わかった。いや、待て。城の守りはどうする？いいのか？そうだな。最強の兵士、ジロームがいるから大丈夫だ。よし、大きな墓を建ててやった。よし、どうするの？行くの？本当に行くの？じゃあ準備するわ。ちょっと準備しよう。